北川八郎、人生を変える出会い。こんにちは、早川洋平です。北川八郎、人生を変える出会い、今日もやってまいりました。北川先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、これ放送される頃はもう3月も、中頃、終わりかなと思うんですが、小国は寒いんですかね。寒いですね。まだ 朝とかもう10度切ってますよね。そうですね、やっぱ霜で10センチぐらい多いですね。実践ってもう綺麗な水分がこんなにあるんかっていうくらい、なんか牙がいっぱい、なんていうかな、歯がいっぱい、なんかすごい。でも空気澄んでるんでしょうね。空気澄んでますね。なんでしょうね、ちょっと話そのまま入っちゃうんですけど、空気澄んでる時ってあれ何なんでしょうね。本当になんか身が清められるというか。そうですね。まあそんな感じで今日はちょっと僕もまた姿勢が悪いのでシャンとしていきたいと思いますが、先生今日はまあ、ちゃんと しときますがと言っときながらちょっと対極的な話なんですけど、ええ、寝る前、先生寝る前の過ごし方って、あ、そっちの方なんですね。なんかいろんなことがありそうですけど、まあ実際その何だろう、実際的に安眠のために先生が何か心がけてる、まあその何だろうな、どんな布団使ってるかとか枕使ってるかなんていうことも聞きたい方もいらっしゃるですよし、いっぱいありますよね。安眠っていうのはどっちも同じなんだけど、私もなんかあんまり安眠できるタイプじゃないんですよね。本当なんか居眠りばっかりするタイプで。でも居眠りも細かくとっててもちゃんと寝てれば元気な人いますよね。うん、なんかそれでいいっていう話を聞いて、はい、僕はちょっと安心したんですけどね。うん、本当眠りは浅い方なんですよね。はあ、夢をよく見るし、で夜中おしっく、もう、はい、年齢が年齢でお腹がおしっくいくと、睡眠時間がこう、ね、途切れるって言いますかね。そこからまた寝れなくなっちゃうんですか。その後まあ寝れるは寝れるんですか。寝れます、はい。まあ、人によっては寝れない方がいらっしゃるんでしょうから、ね、その安眠の話なんですけど、うん、まあ、早川君がやってることが一番いいみたいですよ。例の運動するって言いますかね。あ、はい、そうですね。まあ、直前に、ね、運動は良くないかもしれないですけど、やっぱ一日、まあ、それこそランニングしたり、まあ、でも寝る前やっぱヨガいいですね。リラックスして、うん、まあ、一番いいのはなんか少し歩くとか少し走るとかいうのが、うん、その日の睡眠にとって一番こう効果的っていうみたいですね。みたいな話よく聞きますね、うん、お医者さんとか。だから確かにこう体を動かすっていうのが、うん、何よりも良き睡眠の元みたいですね。絶対的にそうかもしれないですね、うん、たくさん食べることよりも体を動かすことの方が大事なような、うん、運動するということが一番の睡眠みたいですね。うん、2番目はやっぱ心配事をなくすということでしょうね。心配事をなくす、まあ、先週の話もありましたけどね、不安。そうですね、うん、心配事があるとやっぱ眠れないですもんね、うん、だからそれを解決するのも大事でしょうね。何らかの形、うん、祈るとか、うん、まあ神に預けるとか、うん、そういうふうにして不安を取っていくというかね、うん、自分で解決できないことをやっぱ神に預けるしかないですもんね、うん、あと守られているという感じで。先生がおっしゃったように、まさにその、ね、先週の心配事がまあ浮かんだ時、それをまあ罰をして、ね、反対のいいイメージをという話もありましたけど、なんかそこともつながると思うんですけど、やっぱり寝る前に何をイメージするかとか、やっぱり祈る、良き一日を感謝して祈ることと、それから良き明日を期待するって言いますかね。うん、まあ、そんな風にこうまた明日もいい日にしようと思うことが大事でしょうね。うん、こう嫌なことあっても消えていくみたいな感じで、うん、なんかその辺がすごく大事ですよね。思うと心の力ってすごくて、その方向に行ってしまうんですよね。人生が動くというかね、物事が、はい、事情がこうとても動かないようなことが動いていくっていうことが事実はあるからですね。そしてその自分がイメージしてることとか自分が心の中でも言ったことって自分が聞いちゃってるわけですもんね。だから想念がこう現象を動かすっていうのはあると思いますね、経験上。だから神の名を預けて守られてる、そして良き方向に向かうっていうことを一応それにマルしてやって、それで 寝ていくっていうかね、うん、
心配事があるとやっぱ眠れないと思うんですよね、うん、先生さっきその夢の話なんかもしましたけど、夢って先生はどう捉えてますか？ね、なんか、まあ、3つあると思うんですね、こう夢の解釈ってよくあると思うんですけども、はい、1つはこうその日の体の調子って言いますかね、うん、体の調子悪いと夢見が悪い、夢に出てきますよね体に。そして、ね、要は寝る前の調子か、うん、今日 の, その体の調子が悪いとそのなんかそれを形を変えて、うん、体の調子の悪いことは夢に出てくるって言いますかね、はい、うん、でもう1つなんかその日起きたことをこう夢で見てしまうっていうか繰り返すっていうかね、不安とかいいこととか、はい、うん、うん、3つ目は3つ目はこう未来を見てしまうっていうのがあるんですね。あ、だからそれは夢の音をつけなさいっていうか、まあ私もつけようと思ってやってみて、ちょっとまた最近サボってしまってはいますけれども、はい、夢の音をつける、うん、夢に出てきたことをこう記していくと、なんかそれが実あの予知、夢予知って言いますかね、未来を予知していることがあるっていうことがありますね。逆にまあさっきの話、未来だけじゃなくて、その日のこととか自分が何を心配しているかとかもやっぱり 見ちゃう時あるとおっしゃったと思うんで、それをやっぱ書くことって、書くことでなんか思い出して修正できることがあるって言いますかね、うん、可視化する、見える化するって大事かもしれないですね。そしてすぐ書かないと忘れちゃいますもんね。そうだ、夢っていうのはすぐ書かないと忘れるからですね、うんうんうん、そうか。でもなんか、まあ、今日結構深いテーマですけど、なんか、ね、寝るって何なんですかね、ちょっと抽象的ですけど、ね、人間にとって抽象的ってやっぱ人間にとってすごい必要なことで、その時間になんか人生を調節する作用みたいですね、うん、体を休めるだけならあんなに寝なくていいと思うんですよね。だからなんかその人の人生を宇宙に魂を飛ばして調節してるって言いますかね、うん、はい、そういう時間だとも言えると思うんですね、うん、だからこうあの寝てる間に魂が飛んでいって、でその本来の魂が宇宙とつながって調節してまた戻ってくる時間みたいな部分もあるみたいですね。特に何でしょう、まあ、人生ね、いろいろ自由が効かないとは、寝てる時ほど一番、まあ、コントロール効かないというかね、無意識の時間ないですもんね、うん、不思議ですよね寝るっていうのは、ね、うん、全く、ね、なんかいきなりどんな人も寝てしまうっていうのがあんなに動いててパターンと寝て8時間も7時間も8時間も寝て、そうですよ、ね、動かしても起きないっていうのはそんなに肉体が本当に必要としていることなのかなと思うけれども、うん、人生の、まあ、8時間と考えたら3分の1は寝てるってことですからね。なんか不思議ですよね、うん、うん、ということはなんか何か調節するために与えられた時間だと思うんですよね、うん、だからこそね大事だと思うんですけど、まあじゃあかといってな、もちろん睡眠不足や睡眠足りてる方がいいと思うんですけど、まあ、これ聞いてる方もね、いろいろお仕事されたりいろんなことがあって、まあ、なかなか8時間とか取るのって現実的には難しいかもしれないんですけど、なんかそういう方に向けて先生、睡眠でなんかこういうことを大事にした方がいいっていうことはありますか？ありますね。やっぱ深い眠りと浅い眠りっていうのがあると思うんですけどね。でも人によってはこう夢を見ないっていう人が多いと思うんですね、うん、でもやっぱ僕夢見てしまうタイプだから、夢見ない人の話を聞いて夢を見ないような眠りというのをこうやっぱ身につける必要があるかなと思いますね。でも先生おっしゃったように、まあ、自分で考えてやっぱり体を相当動かしたりしてる時の方が一度それをやる必要があるかなと思いますね。不安と恐れ、まあ、前も言ったと思うんですけど、不安と恐れは筋肉が食べてくれるというかね、おっしゃってましたよね。だから体を動かすのってそういうこうイライラ分子が消えていくから、うん、消えるとも言えるし、まあ、一時的に消えざるを得なくなりますよね。もう体が疲れちゃうと。体幹は運動してるとよく眠れるんなったんでしょ、うんうん、眠れますね。前はそうなんだ。前よりもね、はい、やっぱり同じようにいろんな心配事とか多分問題はあるはずなんですけど、うん、なんか誤解を恐れずに言えばやっぱ体がもう疲れちゃうから、いい意味でなんか考えるが停止されちゃうみたいな。でだんだん顔色が良くなってくるんじゃないですか。よくそうですね。だからなんか朝起きること、起きるというか途中で起きる回数もやっぱ減りますし、やっぱ体を動かすっていうのは、ね、寝るっていうのは不思議な
現象作用といいますか、人類にとって不思議な何か作用といいますかね、現象といいますか。先生、寝る方角とかそういうのはあんまり気にしないですか？北枕がいい悪いとかいろいろありますよね。北枕がいいみたいですね。でこうなかなかここ形、ここの鎌倉の場所はちょっとか、ま、あの方角がなかなか家の形とそれが整ってないので、うん、北枕にはできてないんですけども、まあ私はみんなには北枕で寝るように言いますけどね、自分が取れてなくて申し訳ないんですけども。やっぱり違うんですかね。違うみたいですね。いいっていう人もいるし、なんか想念が渦巻いて眠れないとかいう人もいますけども、それしばらくすると慣れてくると北枕の予知能力とかね、直感力が高まるっていうのは、それは事実のようで。なるほど、うん、試してみてもいいかもしれないですね。まあ、いずれにしようあれですね、やっぱりその不安とかあんまりそういうことを、まあ、なくせればベストですけど、なくせないにしても先週の放送であったようにイメージを変えてみたり、体を動かしてみたりとか、まあ、そういったことが大事ということで、なんだかね、寝る話したらちょっと 眠くなってきましたけども、はい、まだまだあのこの放送を撮ってる時は昼間ですので、皆さんあの引き続き良い一日をなのかおやすみなさいなのか分かりませんが、ちょっと睡眠寝る、ヒントに、今日していただければと思います。さあ、この番組では皆様からのご質問ご感想を募集しております。詳しくは北川八郎ホームページ、もしくはメールアドレス北川@kiqtas.jp までお寄せください。北川先生、今日もありがとうございました。ありがとうございました。